はい、こんにちは、サスノです。今日はね、親にらみの水槽、新しい新居ですね、これを立ち上げたいと思います。もうね、資材は結構揃ってるんでね、早速水槽の方、洗っていきたいと思います。はい、水槽の方洗ってきました。次はね、砂利敷いていきたいんですけど、今回使うのはこれね、大磯砂を、5キロぐらいですね、入れていきたいと思います。じゃあね、大磯砂の方入れていこうと思ってるんですけど、先にね、このスタンプウッド、これ入れようかなとか思ってます。こんな感じ。まあちょっとレイアウト考えながらやっていこうかなと思ったんですけど、よいしょ、取りづらいな、立ち位置がないし。ちょっと取りづらいですね、この感じだと。まだね、なんか分かりづらいですね、残滓みたいな感じですね。分かりづらいな。ちょっとまあね、とりあえず入れていきましょう。大磯砂の方入れていきます。とりあえずこんな感じ、枝も一本刺してみましたけど、暗いですね、見づらい。でこっからこの石とか、まあ木化石なんですけど、これとか入れていこうかな。がニラミのところに入ってる石とまたちょっと違うんですよね、どうしようかなとか思って。なんかちょっと違いますね、イメージが。ちょっと一回にらみくんの水槽から素材ちょっともらってみましょう。とりあえずすんごい悩んだんですけど、レイアウトはねこんな感じにしました。まあ、まだね暗いんで水入れてみないとちょっとわかんないんですけど、ここにね、あとは水草をパーッとね、上部フィルターを今回は使うんで、ここ若干ね後ろ開けとかないと入んないんでね、そこら辺もちょっと気をつけました。はい、じゃあまあね、水入れしていこうかなとは思います。はい、上部フィルターも洗ってきました。組み立てはね結構簡単でね、露材は純正のものを、まあ、使ってます。下がねカーボンとか入ってる、セラミックとか入ってるやつで、上は普通のマットですね。でまあなんか追加の露材としてこのリング露材使ってます。まあまあこれは化学露材ですね、ゼオライト入ってます。結構ねバッチリハマりましたよ、いい感じですね。はい、じゃあね、これで水入れの方を行っていきたいと思います。こんな感じですね、レイアウトとしては。なかなかね、引きで撮ってみないとあれかもしれないですけど、まあちょっと大きいですね。この水槽にニラミ1匹ってちょっと寂しいかもしれないですね。結構でかいんですよね、まあ45センチとはいえね。いやでもいいですね。あとはね、これを3日4日ぐらいかな、まあ水槽回して、そっからねニラミを投入したいと思います。
闇にね、よいしょ、いい闇ここですね見てましたね。もう少しで新居に入れるからな、ちょっと窮屈かもしれんか、しばらくここにいるんだよ。南、お茶入っていっちゃったこの土管しかないんですよ今、掘り起こしちゃってね。うん、まあ、しばらくここで過ごしててください。うん、もう少ししたらね、あん中入れるからね。よし見てますね。はい、よいしょ。じゃあね、無事にらみの水槽の方ね、新居が立ちました。うん、じゃあまた次回はね、導入の動画の方上げていきたいと思います。では今回はこの辺で、ご視聴ありがとうございました。ではまた。